日本の菅義偉首相とアメリカのジョー・バイデン大統領では日本とアメリカ合衆国の両国関係について述べる。日本とアメリカ合衆国はアメリカ合衆国の非常に強力な主導によって政治的関係を築いている。長谷倉常長は日本人初の外交官として北アメリカに送られ1614年にたどり着いた。 北米から日本への間接的な交易は17世紀初頭の南蛮貿易の頃に始まった。しかし、日本と後にアメリカ合衆国となったヨーロッパの北米植民地との間には直接の接触はなく、交易は支配国であるスペインやポルトガルを介して行われた。ヌエヴァ・エスパーニャから出港した数隻のスペイン船は日本との接点を築き、クリストファーとコスマスのような 日本人の船員は、スペインのガレオン船によって1587年には、アメリカ大陸にたどり着いていたことで知られている。1610年、田中章介は20人の日本の使設団の一員として、ウィリアム・アダムスが建造し、徳川家康により貸し出されたサンブエーナ、ベントゥーラ号によるドン・ロドリゴの帰郷に同行し、後にアメリカによって併合された領域を含む、 ヌエヴァ・エスパーニャへと渡った。翌1611年には、田中翔介らと共に、セバスティアン・ビスカイノが、東霊主として日本を訪れ、現在のアメリカの州であるカリフォールニアと、公式な関係を築くことを提案した。1613年に、仙台藩が、セバスティアン・ビスカイノの協力を得て建造した、サンファン、バウティスタ号によって、 カリフォルニアのメンドシーの岬にたどり着いた、ハセクラ・ツネながら慶長県王施設は、ヌエバエスパーニャ副王によって艦隊され、1614年に、アカプルコからメキシコシティを経て、ヌエバエスパーニャ大西洋岩のサンフアンデウルアを出港し、ヨーロッパへと向かった。しかし、1650年に、江戸幕府が鎖国令を施行し、日本におけるほぼすべての海外貿易は、 終焉を迎えた。オランダ人と琉球人、朝鮮人、中国人のみが日本国内に入国することが許可され、それも限られた人数のみだった。18世紀後半にアメリカが独立を成し遂げた時、両国の間には何の交流もなかった。19世紀初頭を通じて、アメリカとヨーロッパ諸国は日本に対し外交政策を見直し、 開国する、要軍事力で同活することを試みた。エドワンでのジェームズ・ビドルの戦列艦、コロンバスと、そのアメリカ人乗組員1852年から1853年に、かけての最初の訪問マシューペリーの第2次、日本訪問のための艦隊1852年11月、マシューペリー提督は、アメリカ政府全権代表として、日本と通商条約について交渉するため、 艦隊を率いて、バージニア州のオフォークを出発した。1853年7月8日、彼は黒い蒸気フリゲートであるミシシッピ、プリマス、サラトがサスケ花を、江戸の近距離にある裏側に停泊させ、江戸幕府の代表と会見をした。日本全県代表として臨んだ、徳川幕府側は鎖国例で、オランダ人との制限貿易を許可していた長崎に、 出向くことを勧めたペリーは出発を拒否し、もし拒否した場合、軍事力を行使することもちらつかせながら、ミラード・フィルモア大統領の新書を渡すことを要求した。日本は数世紀にわたって近代技術を排斥しており、日本の軍事力ではペリーの艦隊に歯が立たなかった。これらの黒船は、後に日本において、 西洋の科学技術の脅威と植民地主義の象徴となった。日本政府はペリーの艦隊による砲撃を回避するためには来航を容認し受け入れざるを得なかった。1853年7月14日、ペリーは栗浜に移り施設団に新書を渡し、彼の艦隊は新朝の中国に向かい出発した。ペリーは返答するために再訪日することを約束した。 わけです。1854年の二度目の訪問。1854年3月、今度はより多くの船と共にペリーは、再訪日してきた。ペリーは、施設団が、フィルモアの新書において要求していたことを、事実上すべて満たす、具体的な条約を用意していたことに気づいた。1854年3月31日、ペリーは、アメリカ政府全権代表として、神奈川条約に署名し、 合意は天皇の代理人と交わされたと誤解していたが、日本を出発した。万円元年憲兵施設1860年代、日本の初めてのスクリュー式戦艦、カ林丸は施設団を乗せてサンフランシスコに派遣された。万円元年憲兵施設の一行、右端は福沢諭吉。万円元年憲兵施設、七年後、江戸幕府はある使命を帯びさせ、 アメリカへ向けて、カンリンマルを派遣させた。それは日本が西洋流の航海及び造船技術を習得したことを世界に示すためだった。1860年1月19日、カンリンマルはサンフランシスコに向かい、浦賀水道を出発した。施設団の中には、船長の勝海舟や中浜万次郎、福沢諭吉などが含まれていた。施設団は、 アメリカの船に乗りパナマを経由して首都ワシントンに向かった。施設団の公的な目標は今までで初めての日本の大使をアメリカに派遣することで、また両国政府間で新しい就航通商条約を批准することにあった。施設団はまたペリーが締結した条約の条項のうち不平等である条項を修正しようとしたが失敗に終わった。 最初の中日アメリカ合衆国大使はタウンゼント・ハリスだった。二代目の大使はウィリアム・ヘンリー・スワードの政治的名優で親しい友人であったロバート・エイチ・プルインで1862年から1865年まで務めた。彼は1842年から1852年までと1854年にオールバニ軍から ニューヨーク州議会の議員に選出されたホイッ党の党員であり、1850年から1854年まで州議会議長を務めた。当時国務長官であったスワードの個人的な求めにより、エイブラハムリンカーン大統領は彼を日本担当の大使に任命し、彼はその職を1865年まで務め、その後ニューヨーク州へと戻った。日米関係が築かれたのは、 ペリー・提督が訪問した1852年から1854年からのことに過ぎない。プルインが成し遂げた最も優れた業績は下関戦争後の交渉をうまくまとめたことだった。彼は将軍との取引で高い成功を収めたと考えられている。彼はまた座礁した船に乗っていた日本人の船員を本国に送還することの合意にも署名した。 1865年から1914年にかけて1867年の明治維新の後、アメリカは親とい外国人などを通じて、日本の経済及び軍事の近代化の手助けをした。明治憲法は部分的にアメリカ合衆国憲法の影響を受けている。安政後過国条約の一つとして結んだ日米、修好通商条約に変わり、 ムツ・ムネミツ外相の成果によりの1894年11月22日、栗の新一郎中米公使とウォルター・グレシャム国務長官の間で休日前通商公開条約が調印され、5年後の1899年7月17日に効力が発生した。道の区外相時代に締結されたため、日本が他の国と締結した通商公開条約とともに、 道の区条約と通称される。これによって、日本、アメリカ間で両国の通商公開の自由と内国民待遇が原則となり、アメリカが日本に対し保有していた領事裁判権が撤廃され、日本は関税自主権の一部回復も果たした。ただし、この条約にあっても、その第二条においてアメリカは日本人移民の入国、旅行、 居住に対して差別的立法を成し得る規定を有した。日露戦争中の1905年7月29日に内閣総理大臣兼臨時外務大臣であった桂太郎とフィリピン訪問の途中に来日したアメリカ合衆国特使であったウィリアム・ダフト陸軍長官との間で桂タフト協定が交わされた。この協定によりアメリカは日本による韓国併合を承認し、 当時の大韓帝国における日本の支配権を確認し、日本はアメリカのフィリピンにおける支配権を確認した。列強が勢力を模索する時代の中で、日米両国の首脳が相手国の権利を相互に承認し合った協定と言われ、その後の日米関係を円滑にするものであった。また、1九百二年の日英同盟を踏まえたもので、イギリスを含めた日本、 イギリス・アメリカの三国による東アジアの安全保障について意見が交換された。日露戦争下でアメリカのセオドア・ルーズベルト大統領は日本海海戦の後に小村寿太郎外務大臣から要請を受け、1905年6月6日に日本、ロシア帝国両国に対し講和勧告を行い、ロシア側は12日に公式に勧告を留学した。 アメリカのルーズベルト大統領の仲介により、講和交渉のテーブルについた両国は、同年8月10日から、アメリカのニューハンプシャー州ポーツマス近郊で、終戦交渉に臨み、1905年9月5日に、締結、同年11月25日に発行されたポーツマス条約により講和がなされ、戦争は日本の勝利に終わった。1908年11月30日に、 アメリカ合衆国国務長官エリフルートと日本の高平小五郎中米大使の間で行われた交渉を経て高平ルート協定が調印された。道のく条約は12年後の1911年7月16日が満期日に当たっており、1909年8月第2次桂ツ内閣はそれに向けて条約完全改正の方針を閣議決定した。 1910年には桂内閣の外務大臣、小村寿太郎が条約の規定に従って満期日の1年前に当たることからアメリカも含めて13カ国に廃棄通告を施行した。この不平等条約改正のための日米間交渉は1910年4月から実施された。日露戦争の勝利により日本の国際的地位は格段に向上しており日本における 立憲政治の充実が海外にも認知され、日本の法体経営の不信感も希薄化していたため、台米交渉は比較的順調に進行した。首相、桂太郎も専任の奥良大臣を設置せず、これを首相兼任として、小村の条約改正を自ら全面的にバックアップした。九百十一年二月十一日、アメリカの首都である、 ワシントン DC で日本の内田交際中米大使とフィランダー、シーノックスアメリカ合衆国国務長官の間で新しい日米通商公開条約が調印された。道の国外省時代の旧通商公開条約には日本人移民をアメリカ政府が国内法で制約できる留保条項が設置されていたが日本人移民はアメリカによる ハワイ併合後の1900年以降さらに顕著に増加しており、日本政府は移民に対する差別的法律が合衆国内で制定されるのを回避するため、1907年及び1908年に日米紳士協約を締結し、自主的に移民を制限した。しかし、移民問題は解決されなかったので、日本政府は 日本人労働者のアメリカ移住に監視過去3年間実施してきた移民の制限と取り締まりを今後も維持することをアメリカ側に宣言し、旧条約の執行と同時に発行する新しい通商公開条約を結び、従前の留保条項を削除した上で関税自主権を完全に回復することに成功した。アメリカ上院議会は新条約の批准にあたり、 1907年の日本人移民の範囲からアメリカ合衆国本土への転向禁止令の有効性について日本側に確認を求めたが日本はそれに同意した新条約は1911年4月4日に発効し日本はアメリカに対して完全自主権の回復を伴う改正通商公開条約を締結し税権の回復を達成し 外交上アメリカとも完全に対等の立場に立つこととなった。しかしアメリカは1924年、ジョンソン・リード法により紳士協約を一方的に廃棄している。1912年、日本の人々は日米友好の証として3020本の桜の木をアメリカに贈呈した。アメリカ合衆国のファーストレディであったヘレン・ヘロン・タフと、 大統領夫人と当時中米日本大使であった、チンダステミ白爵の夫人は2本の桜の木をタイダルベースンの北岸に植樹した。これらの2本の木は現在でも17番街の南端に、あるジョンポール・ジョーンズ像の近くにある。労働者は残りの木をタイダルベースンと東ポトマック公園の周辺に植樹した。第一次世界大戦と1920年代第一次。 世界大戦最中の1917年11月2日、ワシントン DC で日本の特命全権大使、石井菊次郎とアメリカ合衆国国務長官、ロバート・ランシングとの間で石井・ランシング協定が締結された。これは中国での特殊権益に関する協定で公文による共同宣言という形式になった。ワシントン体制への道に通じた日本による 対米協調政策の結果であった。第一次世界大戦が開始した頃から中国大陸における日米両国の利権問題やアメリカ国内での排日運動の動きなど日米間には緊張した空気が流れていた。そうした中で明治期にアメリカ留学の経験のある日本人たち、両国間の友好関係を強く望む日米有識者たち、さらには 東京在住の地日派のアメリカ人たちの間で民間レベルでの日米交流団体を立ち上げようという動きが起こっていた。1917年4月、激動する国際情勢の中で日米両国の有識者たちによって日米両国人が互いに親しく交流し、相互理解を促進することを誓って日米協会が設立される。これは現在も 日本で最も歴史と伝統のある日米民間交流団体である。以来日米両国及び世界の平和と安定を願い、より良い両国関係を築いていくため、互いの歴史、文化、慣習、国民性などを尊重しながら、教育、文化交流、人物交流、知的交流などの活動を行ってきた。初代会長にはハーバード大学を卒業し、 大日本帝国憲法の起草にも関わった、金子健太郎、名誉会長には、時の中日アメリカ合衆国大使、ローランド・モーリスが就任、名誉副会長には、徳川家里、渋沢栄一、高橋惠紀与、高根城吉など、執行委員には、ニトベイナゾウ、ダンタクマ、井上淳之介など時の政財界や学会を代表する日本人たちが名を連ねた。 第一次世界大戦では両国とも連合国の一員として戦勝国となった後のパリ講和会議に参加した。その中でウッドロー・ウィルソン大統領が提唱した14カ条の平和原則の中で国際連盟の創設を掲げていたが、その実現のところで日本は加盟して常任理事国の一国ともなり、事務次長職に自国出身者を輩出するなどもしたが、 国家元首かつ政府の長が提唱者であった肝心のアメリカ合衆国は連邦議会が加盟を否決したため第二次世界大戦後の国際連合設立に伴い解散するに至るまで加盟することはなかった。1923年9月1日に発生した関東大震災直後には被災しながらも教会はアメリカのヘルプジャパンの呼びかけのもとに アメリカからの多額の義援金の受け取り窓口となり、救援物資や医師、看護婦の派遣受け入れに尽力した。また初めて大西洋無着陸飛行に成功し、世界的な英雄となったチャールズ・リンドバーグが来日した時、滞在中の世話をしたのも日米協会であった。世界強行前の1920年代は、競争の20年代と呼ばれるほど、アメリカ経済にとって最盛期だった。 1927年には日米関係の改善を狙いアメリカから日本へ青い目の人形が贈呈された。日本からもその返礼として東霊人形がアメリカへ贈呈された。大恐慌の間満州事変をはじめとする中国における植民地化を目指した日本の軍事的野心は同じく中国の経済的支配を狙うアメリカとの間に緊張を増幅往復させた。 アメリカは太平洋に強力な海軍を持っており、オランダとイギリスを含む植民地を持つヨーロッパの国々のいくつかと友好関係にあった。アメリカ、オーストラリア、イギリスとオランダ亡命政府は禁輸を行い、日本製品をボイコットした。こうして日本は必要な物資を獲得のため軍事力に頼ることになった。真珠湾攻撃による日米海戦に至るまで、 日本とアメリカの関係は数年にわたり悪化していた。これには西洋の列強諸国が日本に対して敵意を抱いていたという理由が含まれる。アメリカはこのことを理解しており、そのことが彼らの関係において問題を正規した。日本人は彼らが劣っていると見られていると信じていた。アメリカが日本の勢力拡張に反対し、外交による日本の要求が受け入れられなかったことも、 また関係を緊張させた。アメリカ人は彼らが我々よりも優れていると信じている。彼らがこのような意見を持ち続ける限り、我々は彼らと着実な関係を維持することはできない。アメリカ人は我々の要求に応じようとしない。これらの理由により、我々の関係は悪いままであり、改善することはないだろう。 まさかず南ンによるわけ1938年3月5日、彼らの関係におけるこれらの状況がすべて、真珠湾攻撃へと繋がった。真珠湾攻撃は、大衆の目には驚きをもって見られていたが、攻撃までの長年にわたる、日米関係を分析していた者の,の中には、両国間の対話において、対決は起こり得ると考える者も,もいた。日本はエネルギー不足に悩まされており、 拡張は彼らが生存するために必要なエネルギー需要を確保する目的のみで行われたと思われていた。攻撃は太平洋における日米の利害において対立を最大限に高めただけだったと思われている。ワシントン海軍軍縮条約とロンドン海軍軍縮条約の下、アメリカ海軍と日本海軍が所有する軍艦の比率は17と定められていた。しかし、 1934年の時点において日本は軍縮政策を事実上放棄し再現のない軍拡政策へと舵を切った。東京の政府は太平洋における軍事力においてアメリカの艦隊と比較して劣っていることをよく分かっていた。彼らの軍事政策の軌道修正におけるより大きな重要な要素として日本はアメリカに対する石油の依存から脱却し、 新たな石油資源を確保する必要に迫られていた。1930年代を通じて、日本は石油消費量の90%を輸入に依存しており、その80%はアメリカからだった。さらに、この石油輸入の大部分は海軍をはじめとする軍事目的のためだった。アメリカの民主党、フランクリン・ルーズベルト大統領は、日本による中国、東、インド及び、 太平洋の島々への拡大主義政策に反対した。1940年7月26日、アメリカ議会は輸出規制法を通過させ、日本に対する石油、鉄鋼製品の輸出を削減した。このアメリカによる対日封じ込め政策は、これ以上の軍事的拡張に対しては、さらなる制裁を科すとする日本への警告であると見られていた。しかし、 日本政府はそれを自国の軍事的、経済的な強大者に対する対抗するための封鎖であると受け取った。その時まで有効だった輸出法では日本は約5400万バレルの石油を備蓄していた。アメリカは日本に対し満州の侵略からずっと後の1940年まで石油を輸出していた。制裁はあまりにも効果が弱く。 初期の日本軍の拡大に歯止めをかけられるほど十分ではなかった。1940年までにアメリカは日本市場における石油の輸出において60%にまでシェアを落としていた。アメリカ政府によるこれらの様々な行動は1941年7月に課された対日全面金融とは比較にならない。すべての石油の輸出が停止されアメリカにおける 日本の資産は凍結された。オランダ領東、インドからわずかに450万バレルの石油が確保できただけとなった日本は太平洋戦線での対米攻撃を決意することになった。真珠湾攻撃は制裁によってエネルギーを確保できなかったことが強く影響していた。1941年12月7日、日本時間12月8日、 日本海軍航空隊はハワイ真珠湾のアメリカ海軍の戦艦を攻撃した。これに対してアメリカは日本に戦線を布告し、日米交渉は決立し、約3年8ヶ月にわたるアメリカ対日本の戦争が始まり、両国は敵対関係となった。攻撃のすぐ後、ナチスドイツ及びイタリア王国を含む数軸国はアメリカに戦線布告し、アメリカは 第二次世界大戦に参戦した。製品の生産、飛び石作戦により、また、日本本土空襲により、年8月15日に、日本がこれを受諾したことで、同年9月2日に、東京湾に停泊するアメリカ軍、水売りリーで日本側全県代表が、連合国に対する降伏文書に調印した。こうして1939年9月1日に、 始まった第二次世界大戦は終わった。真珠湾で日本海軍の攻撃を受け沈没する戦艦カリフォルニア。太平洋戦争は1945年8月6日の広島市とその3日後の8月9日の長崎市への原子爆弾投下後まで続いた。ファットマンの核爆発により、そのキノコ雲は爆心地の長崎市上空 18km にまで達した。 占領期第二次世界大戦が終わり、数軸国として敗戦した日本は、アメリカ合衆国、オーストラリアインドイギリスフランスをはじめとする、戦勝国となった連合国によって占領されることになったが、実際はアメリカ主導による極東委員会のもと、ダグラス・マッカーサー率いる連合国軍最高司令官総司令部が占領統治を担った。 島国である日本が統一後に外国によって占領されたのは史上初めてのことであった。1951年9月8日、日本国との平和条約の調印により、連合国による占領は終わりを迎え、1952年4月28日に条約は発効し、日本は再び独立国となった。1950年代、非占領後、第二次世界大戦後、 連合国による占領期が終わった1952年4月、日本とアメリカの関係は当初完全な主権国同士という対等なものとみなされていた。日本国との平和条約に法的根拠を置く、この対等性は占領後初期の日本がアメリカからの経済支援を必要としていたため、当初はほとんど名目的なものだった。日本にとって、 アメリカとの良好な国際収支が成し遂げられたのは1954年のことで、その要因は主にアメリカの日本に対する軍事的援助のためだった。日本国民の多くは、第二次世界大戦の悲惨な結果によるアメリカへの依存は徐々に減少していると感じ、アメリカとの貿易は盛んになった。資源と技術を組織的に活かし、国の経済が回復し、自信を取り戻していった。 このような状況によりアメリカの影響からのさらなる独立を望むようになった。1950年代から1960年代にかけて日本列島に設置されているうちの3分の2が沖縄県に集中するアメリカの軍事基地に対する多数の日本人のこのような感情は特に明らかになった。日本政府は日本国憲法第9条の下で 必要最小限度の実力組織として自衛隊を創設させられた上で軍事的庇護の必要性と現実に反してアメリカからの離脱を主張する左翼の圧力とのバランスを取らなければならなかった。南西諸島と小笠原諸島の返還を求める願いは普遍的なものであると捉えられたため、1953年にはアメリカは天海軍島の施政権を日本に返還した。 しかしアメリカは、講和条約第3条に規定された、無期限のアメリカ軍成果に置かれていた、沖縄の返還には応じなかった。1956年6月に、国会で沖縄返還を求める議決が、全会一致で採択され、返還運動は公用していた。1960年代、安全保障条約と領土の返還1952年の、 日米安全保障条約の改定に関する二国間対話は1959年から始まり、1960年1月19日にワシントンにて、新たに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約が調印された。2月5日に条約が批准のために国会に付託されたとき、日米関係の議題をめぐり激しい議論が行われ、 条約に反対する左翼は総力を挙げてその国会通貨を阻止しようとした。5月20日に条約はついに衆議院において承認された。日本社会党の議員らは衆議院の下級の委員会を欠席し、自由民主党の議員が議会に入場するのを阻止しようとしたが、彼らは警察によって取り除かれた。学生による大規模なデモと暴動が起こり、 労働組合もそれに続いた。これらの激しい運動は、ドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領が予定していた、日本訪問を妨害し、岸信介首相の辞任を早めたが、衆議院の承認から30日以内に、参議院がこの問題について、投票を行うことができなかったため、憲法の規定により6月19日に、条約は自然成立した。条約のもとで、両国は、 日本国の施政下にある領域内で武力攻撃された場合の相互協力を確認した。年12月に日本政府がソ連に対して制裁を実行すると発表したことは迅速であり、また効果的だった。1981年に日本政府はアメリカ政府の要求に応え、日本周辺のより広範囲な海域における海上防衛の責任を受け入れ、 在日米軍をより支援することを約束した。1980年代、高派の台頭世界の問題に対処する日米の強力な新しい段階は、1982年後半の中曽根康弘首相の選出によって成し遂げられたと考えられている。共和党のロナルド・レーガン政権の職員は彼らの二人の指導者が共有していた安全保障感と国際的展望に基づく、 個人的関係の発展のため、日本のカウンターパートナーと共に密接に作業を行った。中曽根はソビエト連邦の脅威に対する日本の決断について、アメリカを安心させ、朝鮮半島情勢や東南アジアなどアジアの問題について、アメリカと緊密に政策の調整を行い、アメリカの中国に対する政策とも協力して作業を行った。日本の政府は、 アメリカ軍の日本や西太平洋地域への増派を歓迎し、自衛隊の着実な増強を続け、日本はソビート連邦の国際的な拡大主義の脅威に対してアメリカの側に格好として立ち続けた。1980年代後半、中曽根が首相の座を退いた後も、日本はこれらの地域におけるアメリカの政策と密接に協力し続けた。リクルート事件など、 政治的指導者の不祥事が起こったことは、新しく大統領に就任したジョージ HW ブッシュが、レーガンの時代と同様に、日本の指導者と個人的に親密な関係を築くことを難しくさせた。日本とアメリカの一方的関係が見られる具体例には、プラザ合意と、その後アメリカ政府が要求した思いやり予算の増額に対する日本政府の反応が挙げられる。 為替の調整が行われたのは日本におけるアメリカの経費が急騰し、その総裁のためにアメリカ政府が日本政府に一方的に要求し、日本が応じたためだった。もう一つの例は日本が冷戦下の西側諸国にとって戦略的に重要であると考えられていた国に対する海外援助のアメリカ政府の要求に素早く反応したことである。1980年代に アメリカ政府は、パキスタントルコエジプトジャマイカなどへの日本の戦略的な援助に対し謝意を表した。1990年代、海部都市機首相は、東ヨーロッパ及び中東諸国への支援を約束し、日本がアメリカに代わって援助金を出す様は、アメリカの自動 ATM と揶揄された。さらに援助した資金の再建放棄を繰り返し、自ら金融的影響力を放棄させられる様は、 敗戦国そのものと言われ続けた。一部の日本の企業家や外交官からの不満があったにもかかわらず、日本政府はアメリカの対中国及び対インドシナ政策に対して基本的に合意し続けた。中国とインドシナの政府が条件を満たすまで大規模な援助を控えることについて、日米の利害は共通していると考えられていた。もちろん日本の協力にも限りはあった。 イラン・イラク戦争の間、ペルシャ湾のタンカーを護衛するというアメリカの決定に対する日本の反応は複雑な解雇の対象となった。日本は憲法上の理由により軍隊を派遣することができないことを指摘し、肯定的な意見を述べたアメリカ政府の関係者もいたが代償としてペルシャ湾における公開システムの建設を支援し、在日米軍に対するさらなる支援と、 オマーン・ヨルダンに対する経済支援がなされた。日本がペルシャアンへの総改定の派遣すら拒否したことはアメリカの関係者の一部に日本の指導者は敏感な地域におけるアメリカとの協力に対して消極的なのだと受け止められた。1980年代に日米の亀裂が最もよく現れたのは外国製品への市場開放を要求する。 アメリカ政府の再三にわたる一方的要求に対し日本政府が抵抗したことである。その後はよくあるパターンが続いた。日本政府は国内の重要な有権者が市場の解放によって被害を被ることによって生じる政治的圧力に対し敏感になっていた。一般的にこれらの有権者は2つのタイプを代表していた。本当の国際競争に直面した場合、 勝ち残ることのできないほど非効率的であるか衰退しつつある生産者、製造業者、輸送業者である。日本政府はそれらの産業において有望なものを彼らが世界の市場において十分な競争力をつけるまで海外の競争相手から保護したいと考えていた。アメリカとの摩擦を避けつつ国内からの圧力をかわすため日本政府は交渉を長引かせようとした。 この戦術は産業構造の転換を図り、新しく強い産業を育てるまでの時間稼ぎだった。問題の所相を扱う合意に至ったが、貿易や経済の問題について数年にわたり対話が引き延ばされていたことでは共通していた。そのような合意は時として曖昧であり、日米間で解釈をめぐって摩擦を引き起こすこととなった。発展する。 相互依存は内外において著しい環境の変化をもたらし、そのことは1980年代後半の日米関係において危機の状態を作り出したと広く思われていた。アメリカ政府は関係の肯定的側面を引き続き強調したが、新しい概念の枠組みが必要であると通告した。ウォール・ストリート・ジャーナルは一連の長期。 連載特集記事の中で1980年代後半の関係の変容について批判し、1990年代に向けて日米が緊密に協力することが可能なのか、また適切なのかどうかを論じた。ワシントンに拠点を置く委員会が1990年に発表した21世紀の日米関係について大衆が支持する権威ある報告やメディアの意見は緊密な日米関係を保つ。 ことについて警鐘を鳴らしていた。それは危機の状態にあると言われていた日米関係の構造の再疑心、非難と少なからの自己正当化による新たな正当性を警告した。被験すべき経済力を持つ国となった日本とアメリカの関係は特に1980年代において水面下で変化しつつあった。 この変化は1980年代中盤から毎年400億ドルから480億ドル台で推移していたアメリカの対日貿易赤字をはるかに超える意味を含んでいた。1980年代初めから続くアメリカの貿易と財政の双子の赤字は日本とアメリカの通貨の価値の再調整という一連の決断につながることになった。強くなった日本円は日本がより多くの アメリカ製品や米国債を購入することや重要な対米投資を行うことを可能にした。1980年代終盤には日本は世界の主要な再建国となっていた。増え続ける日本の対米投資、それはイギリスに次いで2番目に多いものだったが、それは一部のアメリカの有権者にとって不満のもとになっていた。それだけでなく、 日本の産業はアメリカの製造業の方が未だ優勢ではあったがハイテク産業への投資のために経済力を行使するのに良い位置を占めていると思われていた。多くの日本人とアメリカ人はこのような環境における個人や政府、民間の債務と低い貯蓄率がアメリカの競争力を阻害していると考えていた。1980年代終盤。 東ヨーロッパの社会主義陣営の崩壊とソビエト連邦の指導者が大きな国内的な政治及び経済の問題に没頭せざるを得なかったこと。また、ソ連がアフガン侵略で他国を侵略する余裕がないため、日本侵攻の脅威が大幅に低減した状態は、日本とアメリカの両国政府に長期にわたり、継続していたソビエト連邦の脅威に対する安保関係を再評価させることになった。 両国の関係者は安全保障関係が経済や他の問題よりも優先すべき関係の不可欠な要石であると強調する傾向にあった。日米両国の関係者や評論家の中にはアジアにおける強力なソ連の軍事的プレゼンスが続く中で日米両国が共有する危機を強調し続ける者も,もいた。彼らはモスクワのヨーロッパの民主化に伴う福音を及び 太平洋における日米と比較しての兵力削減まで日米安保を維持することを強調し、ワシントンと東京には軍事的な準備と警戒が必要であることを説いた。しかしながら他の者は日米の密接な安全保障関係の利益がますます強調されていることを認めた。日米安保は東アジアにおいて潜在的に混乱を引き起こす勢力、特に 朝鮮民主主義人民共和国に対する抑止力になっていると思われていた。皮肉なことにアメリカの関係者の中には日米安保がアメリカの監視の下で日本の対等や潜在的軍事力をチェックするのに役立ったと指摘する者も,もいた。1990年代、冷戦後1 9九十年代の初めに日米関係は第二次大戦後のいかなる時よりも 不確実なものになっていた。長く続く日米安保を維持し、ますますアメリカ主導を強める日本とアメリカは民主主義的な価値観を推し進め、世界における安定と開発に関する利害に基づいた強く多面的な関係を築くため、日本がほぼ一方的にアメリカの要求に協力した。二つの社会と経済はますます絡み合うように、日米関係は日本が アメリカの一方的要求を受け入れたことによって1970年代から1980年代の間にかけて改善した。1990年には両国の国民総生産の合計は世界の約3分の1に達した。日本はアメリカの輸出の11%を受け取り、アメリカは日本の輸出の約34%を購入した。1991年。 日本はアメリカに対し1480億ドルの直接投資を行い、アメリカは日本に対し170億ドル以上を投資した。1000億ドルのアメリカ国債の一部は日本によって保有され、アメリカの財政赤字の多くを補った。経済的な交流は科学、技術、旅行など、その他多岐にわたった。1980年代後半に傷ついた両国の関係は、 確かな発展を遂げた。それだけでなく、日本とアメリカの両国国民の大多数が、日米関係が死活的に重要であると信じていることを世論調査は明らかにし続けていた。1990年代初めの冷戦後の環境において、世界に影響を与える力の源として、軍事力と比較して、経済力の重要性が増加した。この変化は、日本やアメリカ、 その他の大国の地位に影響を与えたと考えられていた。ソビエトの脅威の後退日本の経済力の台頭、ますます増えるアメリカと日本の相互作用や、その他の要素は、日本の世論においては特筆すべき変化はなかったにも、かかわらず、アメリカの対日世論の変化を決断させた。アメリカにおけるこの変化は、警戒すべきは、ソ連の軍事的脅威なのか、それとも、 日本の経済的脅威なのかというより深刻な疑問の中に反映されていた。1989年と1990年に行われた一連の調査では日本の挑戦がより深刻であると回答したものの方が多かった。同様に1990年初頭に行われた投票から得られた結果によれば、 かつての経済的な繁栄から滑り落ちたアメリカ人の怒りを反映したアメリカの日本に対する態度に対してほとんどの日本人は否定的に捉えていると回答した。その一方で日本の世論は過去のようにアメリカと頻繁に相談することなく自国の問題に対処する能力を持ち合わせているというさらなる自信を示していた。日本が抱いていたアメリカが 世界の指導者であるという確信も弱くなった。両国において日米関係を新しくまたは修正主義的に捉えるものが現れた。日本では一部の評論家がアメリカは弱く日本に依存しており世界経済における競争で勝つことはできないと主張した。彼らは日本はもっと独立した道を取るべきだと主張した。アメリカでは著名な評論家が 日本政府が管理することのできない、アメリカが封じ込める必要のある、いまいましい日本経済について警告した。それと同時に、両国において、世論の変化を誇張することは簡単なことだった。日本人にとって、未だにアメリカは最も親密な友人であり、彼らを外国の脅威から守る、最も重要な守護者であり、彼らの最も重要な経済的なパートナー、また市場であり、 与えるべきものを多く持ち、羨むべきものも多く持つライフスタイルの模範であった。それだけでなく、大多数のアメリカ人は、日本のことを肯定的に捉えており、日本の様々な芸能を高く尊敬し、アメリカが日本の防衛に参加することを支持していた。冷戦が終わり、日米で政権交代が起こると、日本とアメリカとの関係は、不確実性と摩擦の時代に突入した。 1993年の暮れに、ガットのウルグアイラウンドは良好な結果に終わり、国内の穀物の生産を削減する代償として一部の米の輸入を許容した日本の決断は貿易問題のさらなる発展のための基礎となったが、二国間貿易において増え続けるアメリカの貿易赤字のため、ワシントンは東京に対してアメリカの製品を流通させるために市場を開放し、 特定の目標を設定するべきだと要求した。15ヶ月にわたり対話を続けた後、1994年10月1日に日本とアメリカはアメリカ製品を日本の3つの主要な市場を開放する協定を締結することで合意した。これらは日本の保険市場と通信と医療機器分野における政府調達だった。 アメリカ製の自動車と自動車部品と自動車の製造で使われる板ガラスの分野では合意に至らなかった。1994年5月下旬に日米関係をすべての分野において危うくしかねないと思われていた貿易摩擦に関するハイレベル対話が行われ枠組みづくりをできるだけ早く再開することで合意した。枠組み作りの対話自体は失敗に終わったが、 公衆赤回路に使われるセラミックスの開発におけるハイテクの共同研究、機械の製造に使われる炭素繊維の合成、タンパク質の結晶のデータ収集、環境に優しい施設を建設するハイテクの共同研究を開始することを両国は5月に明らかにした。新しい時代、新たな安全保障関係へ、当時の横須賀市長のカバヤ良一が、 海上自衛隊の小沢久美昌法、アメリカ海軍の横須賀海軍施設指揮官のダニエル・ウィード大佐に向かって投球する様子。多くの日本人とアメリカ人はアメリカから輸入されたスポーツである野球を共に愛するなど多くの文化的なつながりを共有している。関係の摩擦の主な原因であった貿易の問題は日本に代わって中国がアメリカの経済の最大の脅威であると 認識されるようになるのに伴い、薄れていった。一方、冷戦終了直後の安全保障関係は明確な、脅威の欠如によって苦しんでいたが、ならず物国家である北朝鮮と中国の経済的、軍事的拡張が、関係強化に口実を与えた。ジョージ・ W ・ブッシュ政権の外交政策は、アメリカの国際関係の足かせになっていたが、自衛隊のイラク派遣とミサイル防衛の、 共同開発にに見られたように日本との安保関係はより強固になった。日本が太平洋におけるイギリスになりつつある、またはこの地域におけるアメリカの重要な安全保障関係にある国であるという指摘はしばしば国際的な学術における暗有となっているが、これが真実であるという学術上の論争には議論の余地がある。2009年に日本の民主党は 近年において合意に至った安全保障上の再編計画の変化を要求するという呼びかけとともに政権を奪取し、アメリカが一方的に合意の条件を突きつけたかを主張しながら、どのようにして合意に至ったかについて公開したが、アメリカのロバート・ゲイツ国防長官は、アメリカ議会はいかなる変化も望んでいないと語った。アメリカの関係者の中には、 日本の民主党による政権運営はアメリカから乖離し、より独立した方向へと外交政策における重大な変化をもたらすかも知れないと懸念した者も,もいた。2011年3月11日に発生した東日本大震災に対して在日米軍が友達作戦という名で災害救助、救援及び復興支援を行った。また、2012年には 日米桜木像100周年を記念して、日米各地で様々な催しが行われた。また、日米協会創立100周年にあたる2017年には、上皇昭人、上皇豪道子及び安倍晋三内閣総理大臣、安倍昭恵道夫人、ジェイソン・ハイランド中日臨時代理大使及び支え、健一郎中米大使の臨席の下で4月12日に、東京都千代田区帝国ホテルで、 記念式典が挙行されるほか、様々な関連イベントが模様された。アメリカは1990年の時点において、日本の輸出の31.5%、輸入の22.3%、そして海外における直接投資の45.9%を占める最大の貿易相手国であった。2004年の時点において、アメリカは日本の輸出の22.7%を受け取り、 輸入の14%を供給した。アメリカから日本への輸出には原材料と工業製品の双方が含まれる。1990年の時点におけるアメリカからの輸入農産物は牛肉、魚介類、穀物、大豆からなる。工業製品の輸入は主として個人製品よりも機械と輸送機器のカテゴリーに属するものである。輸送機器の分野では 日本はアメリカから33億ドルの航空機やその部品を輸入した。日本からアメリカへの輸出はほとんどすべて工業製品であった。1990年、自動車の輸出は215億ドルに上り、単一のカテゴリーとしては他を引き離して最大であり、日本からアメリカへの輸出全体の24%を占めた。さらに自動車部品の輸出は107億ドルに上った。 他の主要なものはオフィス機器で1990年は総額で86億ドル通信機器機械が続いた。1960年代中盤から貿易収支は日本の黒字が続いている。日本のデータによるとアメリカからの黒字は1970年に3億8000万ドルに成長し、1988年には480億ドル近くに上り、 1990年にはやや下がっておよそ380億ドルであった。アメリカの貿易に関するデータもまた1980年代の不均衡を示しており、1980年の日本の黒字は100億ドルであったのが、1987年には600億ドルとなり、1990年は不均衡がやや是正されて377億ドルに改善された。 1985年の円高後の貿易収支における一般的な悪化ととても控えめな改善は緊張した経済的関係に大きな影響を与えた。アメリカは1960年代の初頭から日本に対して市場を開放するよう圧力をかけていたが、1970年代と1980年代を通じてその圧力は激しさを増した。緊張は 一般的な貿易の不均衡というよりは特定の産業における特定の問題で一層激しくなっていた。1950年代の戦意から始まった日本のアメリカへの輸出はアメリカの産業界から反対の標的になった。これらの不満は一般的にダンピングのような不公正な取引方法を用いたり特許の侵害したりしているとの疑いから来ていた。 交渉の結果、日本はしばしばアメリカへの輸出を自主的に抑制することに合意した。そのような合意は1970年代後半におけるカラーテレビや1980年代における自動車など数多くの製品に適用された。1970年代と1980年代を通じてアメリカの政権はそのような日本との経済問題において 問題ごとに話し合う方法を好んだ。この方法は問題の部分的な解決しかもたらさなかった。しかし、その結果は否定的に大衆に広がり、経済と安全保障の環境が変化していた時期にあって両国に関係を再構させることになった。アメリカの議会とメディアが日本を批判するレトリックを用いた特筆すべき事例として、 1987年に明らかになった東芝がアメリカが開発した洗練された機械を違法にソ連に輸出した事件報道によればモスクワがアメリカ軍の紹介を回避するのに十分な静かな潜水艦を作ることができたというと1989年のアメリカ議会の議論によって日米が航空自衛隊の新しい戦闘機 FSX を 開発することで合意した件がある。1980年代、アメリカの企業が日本の市場に参入するためのいくつかの創造的なアプローチがあった。1985年の市場重視型個別協議方式による交渉は、関連する4つの産業、林業、医薬品と医療機器、電気、通信機器とサービスにおける参入問題を解決した。 日本市場への参入問題は、1988年にアメリカにとって不公正な取引相手国を定め、これらの国々との交渉のために製品を特定する権利を認めた、包括通商競争力強化法が成立するきっかけになった。1989年の春、この法律によって日本は不公正な取引相手国であると名指しされ、三つの分野、林業、 通信機器とスーパーコンピュータが交渉のため選ばれた。この行動は1980年代の終わりにおいて続いていた日本市場への参入への不満の雰囲気をよく表していた。それでもなお日米の論争は日本にとって有利に解決した。同時にアメリカは日本で製造された輸入品について抑制していた構造的な要素について幅広い対話を行う。 日米構造協議を主導した。これらの対話は日本の大規模小売店舗法の問題や独占禁止法の強化、非効率的な農業を改善するための地下税や不動産価格の高騰の問題などを解決した。日本はそれでもなお多くの権益においてさらなる経済活動を満足に行うことができた。1980年代の終わりまでに日本は 半導体産業において世界の生産と貿易で支配的な地位を確立していた。特に彼らは D ラムの世界市場を支配するようになっていた。例えば日本は80年代の終わりには1メガビット D ラムの世界市場の90%、また半導体機器の48%を日本が占めていると思われていた。1960年には600万ドル、 1980年には20億ドルの輸出だったが、1988年の貿易データによれば、日本は120億ドル以上の半導体機器を輸出し、劇的な増加を示していた。しかしながら、1988年における半導体の輸入は、全体で22億ドルに過ぎなかった。日本の競争力の上昇と、世界市場における、 アメリカ製品の市場占有率の低下は不公正な取引を行っているという主張と相まって半導体の問題は1980年代を通じてアメリカと日本の間で論争の議題となった。主張にはアメリカ市場においてダンピングが行われているという疑いと日本がアメリカ製品に対する作為的な輸入障壁を設けているというものが含まれていた。 1986年の交渉によって日本の D ラム輸出価格とアメリカ製品の日本市場における市場占有率を共に引き上げることで合意に至った。アメリカは日本が合意を誠意を持って実行しなかったことに不満を持ち、報復として日本のアメリカへの輸出品3億ドル相当に対して100%の関税をかけた。D ラムの輸出価格が制裁を部分的に解除。 させるほど上昇していた証拠はあったが、他のものは日本におけるアメリカ製品の市場占有率の上昇を承諾するまで制裁を続けるべきであるという意見を持ち続けた。この全体の話、特に日本においてアメリカ製の商品の市場占有率をどの程度受け入れることができるのかという疑問は、この10年の終わりまで激しい論争の対象となり続けた。アメリカは、 日本の技術が優れたものであることを認め、日本がアメリカに対して優れており、日本は未だにアメリカにおける価格競争力を維持することができたが、アメリカの日本への市場戦略は日本の国内企業のものほどうまくはなかった。1989年に新しい試みが加えられた。両国の貿易を制限していた国内の構造的な問題を扱うため、 いわゆる日米構造協議と呼ばれる一連の対話が用意された。いくつかの他の対話を経て、1990年の4月と7月に、日本の個人向け市場や、土地の活用や公共事業への投資のような、敏感な分野における主要な変化で合意に立った。アメリカは、財政赤字をもっと効果的に扱い、国内の貯蓄率を増やすことを制約した。アメリカの支持者は、 日米構造協議が日米経済摩擦の基礎的な問題を解決した要因として見ている。会議論者はそれらが日米関係の重大な危機において時間稼ぎやそれを回避する手段として用いられたと指摘している。1993年の夏、ビル・クリントン政権は日米関係を扱う枠組みとして日米構造協議を終わらせることを決断した。 その他の国と同じようにアメリカに対する日本の直接投資は急速に拡大し両国関係において重要な新しい局面を迎えたこのような投資の累計は1980年の時点で87億ドルに上っていた1990年までにそれは831億ドルにまで成長したアメリカのデータは日本がアメリカに対する直接 投資において第2位であることを示していた。それはイギリスの投資の約半分であり、オランダ、カナダ、西ドイツのそれよりも多かった。1980年代終盤のアメリカにおける日本の投資のほとんどは商業部門であり、アメリカに対する日本の輸出品の流通と販売の基盤に供給されていた。卸売と小売市場の流通部門は1990年の 日本のアメリカに対する投資の32.2%を占め、製造部門は20.6%だった。1980年代には不動産に対する投資は一般的なものとなり、投資総額は1988年には152億ドルにまで増加し、アメリカへの直接投資全体の18.4%を占めた。 2016年アメリカが衆国大統領選挙を戦ったドナルド・トランプ大統領は選挙戦の段階から各国との貿易障壁、貿易摩擦の問題を取り上げており日本に対しても貿易不均衡の是正を求めたこのことから2018年から2019年の間に日米貿易交渉が行われた日本にある主な在日アメリカ軍基地 沖縄のアメリカ軍基地。1952年の安全保障条約はアメリカとの安全保障関係の基盤を提供した。1960年に条約は改定され、その中で両国は日本国の施生下におけるいずれか一方に対する武力攻撃が危険であることを認めた場合に抵抗する能力を維持し発展させると宣言した。 合意された条約では在日アメリカ軍は日本での展開における大きな変更を行う場合や日本の防衛以外で軍事作戦を行う際に日本の基地を使用するためには日本政府と事前に協議しなければならないことが定められた。しかしながら日本はその憲法によって海外における軍事活動への参加が禁止されているため日本の領土以外でアメリカが攻撃された場合にも アメリカを防衛する、いかなる義務も負うことはなかった。1990年、日本政府は国家の安全保障に寄与するため、調整を加えた条約を信頼し、それを継続する意向を示した。合意された条約の議事録によれば、改定された条約の第6条には彼らが使用できる施設と地域、また、それらの施設で従事する、 日本人の地位についての詳細についてとともに、日本に駐留するアメリカ軍の地位に関する協定が含まれていた。また、アメリカの軍人が日本において罪を犯した場合の両国の管轄権の限界についても触れられた。旧安保条約の議事録によれば、条約には当時の日本が必要としていた国家の防衛に欠かせない資金や物資とサービスなどの軍事に関する、 援助の計画が含まれていた1960年代までには日本はもはやアメリカからいかなる援助も受けていなかったが、両国は購入、またはライセンスを受けた武器の互換性を確保し、国際的な諜報活動に関する報告書と秘密の技術情報を含む機密情報の提供のために協定は継続された。両国間の大きな懸案であった沖縄を含む、 南西諸島の問題は1972年に、それらが日本に返還されたことで解決し、新しい安保条約にはそれらの島々が含まれることが規定された。アメリカはこれらの島々に駐留する権利は保持し続けた。1990年、約3万人のアメリカ軍は、沖縄本島の20%を未だに占めており、地元の人々との摩擦の原因になっていた。 軍事的関係は1970年代中盤以降改善された。1960年、新しい安全保障条約の下両国の懸案となっている安全保障問題について、協議と調整を行うため、両国の代表からなる安全保障協議委員会が用意された。1976年に、その副委員会は、日米の防衛協力に関する指針をまとめ、 1978年、それは委員会によって承認され、その後国防会議と内閣もそれを承認した。指針は合同防衛計画において、それまで前例のなかった日本が武力攻撃された場合の反応と日本の安全保障に影響を与えうるアジア、太平洋地域における協力の状況をまとめた。指針の枠組みの元日本の統合枠領会議と、 在日米軍司令官は、両国の三軍を合同軍事演習を統括するための長期計画を策定した。1980年代には、毎年陸上自衛隊は、アメリカ軍との合同演習において、各地域軍からなる演習を指揮した。海上自衛隊は、アメリカ海軍との合同演習に1955年から参加していたが、 1980年、日本のタスクフォースの艦隊と航空機が、アメリカ、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドの海軍との包括的な合同軍事、演習である艦隊平洋合同演習に参加することが許可された。日本はまた、1988年のリムパックに8隻の護衛艦、1隻の潜水艦、8機の対戦哨戒機、P-3C。 一石の補給艦を参加させた。航空自衛隊も、また、防空、戦闘、救援と指揮所演習など数多くの演習をアメリカ空軍といった。海上保安庁とアメリカ沿岸警備隊もまた合同演習を行っている。1992年には、本州、九州と沖縄に展開する2万1300人の海兵隊員1万300人の空軍、 5500人の海軍、2200人の陸軍を含む5万人以上の在日米軍が日本に駐留していた。これらの数字は1990年の水準と比較してかなり減少している傾向を示していた。安全保障の緊密な関係は日本とアメリカ双方にとって極めて重要であると思われていた。1994年3月に冷戦後の地域的、 世界的な安全保障の問題について話し合うため、日本の外務大臣と防衛庁長官、アメリカの国務長官と国防長官の2プラス2による初めての会談が東京で行われた。両国は共に日米安保条約を全面的に支持した。さらにアメリカは日本に駐留するアメリカ軍に対する思いやり予算について日本に謝意を表し、 また両国は1996年に期限を迎える思いやり予算の見直しの作業を開始することで合意した。現在では日米両国は安全保障面で日米安全保障条約を中心に軍事協力関係があり安全保障以外の分野でも様々な協力を進め同盟関係にある。日米間で同盟の語が登場したのは 共同声明としては1981年5月の鈴木善光首相とロナルド・レーガン大統領による日米首脳会談後に発表されたものが初めてである。かけがえのない UFO であり、同盟国と述べている。その後、同盟の語は徐々に使用されるようになり、1996年4月に発表された日米安全保障共同宣言でも同盟関係が確認され、 2006年6月には小泉純一郎首相とジョージ・ W ・ブッシュ大統領が21世紀の地球的規模での協力のための新しい日米同盟を宣言した。2010年に日米安全保障条約が改定50周年を迎えた際も日米同盟が果たしてきた役割や意義の確認をし共同発表が出されている。二千十四年四月十四日に行われた 日米首脳会談では、日米同盟は日米のみならずアジア、太平洋地域の安定を主導していくとし、共同記者会見でバラコーバメ大統領が、日米の絆は、軍事的な同盟に限るものではないと表明している。2015年4月29日には、安倍晋三首相が、アメリカ議会上下両院合同会議の場で演説し、日米同盟を、希望の同盟と呼ぶことを提唱した。 また、この演説の会場にはかつて日米両軍が熾烈な戦闘を繰り広げた、硫黄島の戦いにおいて、日本軍守備隊の最高指揮官で戦死した、栗林忠道の孫の一人にあたる新道、吉高自由民主党衆議院議員と、当時アメリカ海兵隊隊員として従事したローレンス、スノーデン退役中将の両者が隣席同士で3列車。 演説の最中で握手を交わすことで相互に検証をた,たえた。2015年11月3日、中谷元防衛大臣とアシュトン・カーター、国防長官が会談し、同盟調整メカニズムの運用開始が確認された。これにより、日米は自衛隊とアメリカ軍の間の調整が必要な政策について、平時から協議を行うこととなった。2016年5月27日には、 アメリカ合衆国大統領のバラク・オバマが日本の安倍晋三首相の同行も伴い原子爆弾が投下された広島県広島市の広島平和記念公園へ現職のアメリカ合衆国大統領としては初めてアメリカ軍が核攻撃をした日本の都市へ訪問した。また、これに事実情報をするように同年12月27日に安倍晋三内閣総理大臣が、 バラク・オーバマ大統領の同行も伴い、ハーイ州オアフ島の真珠湾へ、現職の日本の首相としては4人目、訪問自体が主目的としては初めて訪問した。これにより、日米両国がかつて敵対関係に陥り戦果を交えた戦争の勃発と終結の象徴する出来事のあった場所に、現職の両国首脳が相互に訪問し合うことで、 日米の和解を世界に示すこととなった。ありがとうございます。